まあトイック満点講師、元東進講師ですね。小倉さんが解いた問題を実際に解説していこうかなと思います。I haven't heard from her っていう、ここでしょうね。イギリス英語だと、直す。だからここに AH に入るの分かりますか皆さん。ここで始めました。アムテスチャンネルです。さあ、今回はですね、小倉優子さんが早稲田教育学部を目指して勉強中ということでですね、TBS の 100% アピールちゃん、MBS でもあるのか、関西のやつか。で、早稲田教育学部を目指して勉強中というので、頑張っているんですけども、今回ですね、中学生統一テストっていうのに挑戦したということで、まあ、トイック満点講師、元東進講師ですね、小倉さんが解いた問題を実際に解説していこうかなと思いますね。どんな問題だったのか、まあね、見てない方は TVer でも見ることできますからね。はい、ぜひ見てもらえればいいんじゃないかなと思います。私別にお金とかもらってるわけではありませんので。でまあ今、英語はハイチさんがね、教えてるんで、まあ教育系 YouTuber のトップのハイチさんが教えてるんですが、まあ当然その番組の中ではね、全部この長文を解説するとかっていうのはできないでしょうから、一部だけ出てるって感じなんで、いろいろと説明していこうかなと思います。もちろん全部が映ってるわけではないので、はい、一部やっていこうと思います。で、200点満点の英語のテストで150点取れれば、なんか早稲田行く人だったら150点は取りますよみたいなね。中学生のテストなんで、ちょっと早稲田大学と比べようがないと思うんですけど、早稲田行く人だったら満点取ると思います。そんな内容なんですが、まあ、ただ中学生でもこう、レベルの高いっていうものは入ってるって感じでしたね。じゃあ、ちょっと見てみようかな。文法のとこですかね。はい。文法語彙みたいなやつ。はい。これが映ってて、まあ、ゆうこりんがですね、ゆうこりんっていうのか、ゆうこりんがですね、聞いたことないとかって言って、こうテロップが出てたんですよ。で、多分、普通に見てる視聴者からすると、聞いたことないっていうのは、え、こんなの聞いたことないよっていう意味だと思うんですけど、はい、これ見てわかると思いますが、I haven't heard from her っていう、ここでしょうね。I haven't heard のところをね、見て聞いたことないって言ったんですね。で、まあ、ちなみにこれは hear from ですから、それから連絡が来るっていう意味なんで、彼女からの何の連絡もないよっていう表現ですね。で、she moved to Canada って書いてあるんで、カナダに行ってから引っ越してからってことなんで、これは since ですね。はい。現在完了の表現。haven't とかついてますし、後ろに主語動詞来てて、since を入れる問題ですね。A の方は、I wonder how Emily is doing. なんとか she contacted you? って、あ、これ会話になってんだ。で、連絡してきたかって言って、contacted っていう過去分詞になってますから、はい、当然答えは has ですね。has she contacted you? ということです。そうです。だからこれ中学生が解く問題ですよ。だから早稲田とかそういうものではないです。基礎中の基礎っていう問題です。ただまあ長文はね結構難しい表現とかも出てたんで、それらでちょっと見ていきましょうかね。ちゃんと見えるところ、この辺はちゃんと見えますよね。はい。There is also another problem with synthetic clothes. 合成繊維の服ですね。で、まあ他の問題があるってことは前に別の問題が書いてあったんでしょうね。They release lots of microplastics into the water when washed.マイクロプラスティックスっていうのが出るんだって言ってね。When washed とか難しい表現使ってますね。When they are washed ですよね。They are が省略されてるやつですけど、過去分詞だけで出てる。で、そのマイクロプラスティックスっていうのが水の中に入っちゃうんですね。現れた時に。これはすごい問題になってるし、実際入試問題ですね。大学入試の問題でも問われるポイントですね。このマイクロプラスティックスっていうのは。まあ私たちだってね、実際食べてるって言われてますからね。魚とかさ、マイクロプラスティックス食べちゃってて、で、それが体にあるもの、その状態で食べ物になるわけじゃないですか。で、それを私たちも知らずに、目に見えないですからね。食べちゃってるってよく言われますね。で、I didn't know that! 知らんかった。Your jacket has given us a good opportunity to think about many important things. あなたのジャケットっていうのが、私たちにすごいいい機会をくれたよ。何って言ったら、たくさんの重要なことを考えるのにっていうふうに言ってました。で、問題が、これ具体的な内容は一体何って言って、陽介の上着に関する話を聞いて、自分たちの衣服に関する習慣や問題点を考えさせられた。多分これなんだと思います。その前の段階が見えてないんで何とも言えないですけど、陽介の上着に関する話を聞いて医療業界の様々な環境汚染問題について考えさせられた。もしこの another problem の前にね、別のプロブレムで環境問題がずっと書いてあるんだったら、まあ可能性ありますね。3番、陽介の上着に関する話を聞いて安価な衣類の品質の良さや暮らしにおける重要性、これは全然ね書いてない。陽介の上着に関する話を聞いて日本の伝統技能の素晴らしさ、これは違いますね。まあおそらく1だと思いますが、もしかしたら2のことが書いてある可能性はあります。
で、Yosuke, do you want to be a tailor like your grandfather? ですね。はい。Tailor, 仕立て屋さんのことですね。Tail っていうのが切るっていう表現ですね。Cartail, 切り詰めるとか、そういうのから来てますね。Well, it's a bit too early to think about that. それについて考えるにはちょっと早すぎるよ。Because I've just started to learn the basics of sewing. あ、sewing the new ですね。その new のやつの basic を学び始めたばっかだからさ。But I want to make my own suit someday. いつか自分のスーツ作りたいって言ってますね。That's great. Look, Yosuke, my pants have a hole in the knee. ズボンの膝のところに穴が開いてると。Can you mend it? あ、mend.難しい表現かな。まあまあ文脈でわかると思うんですけど、その穴開いてたりとか、ほころんだりしてるところを直す、メンドですね。イギリス英語だと、直すっていう、フィックスとか、リペアの意味でもメンドは使いますね。アメリカでは使わないですけど、ここはこの服をね、直すやつですね。Let me have a look! 見せてって言って、Well, I can't do it! できない。But I'm sure my grandfather can! ですね。私のおじいちゃんができる。Really? They're my favorite! もう好きなズボンなんだよ。I got them from my uncle for my birthday last year. 去年、バースデーでおじいちゃんからもらった。Let's ask my grandfather to show us how he does かけはぎ on your pants、ね、かけはぎですね。なんじゃそれみたいなやつですが、あ、見ると前の部分に小さい字でね出てるところに、まあ、かなり長い文が見えるんですけど、そこになんか説明がありますね。かけはぎのやり方みたいなのはここか。かけはぎ is like magic って書いてある。ここですね。 A1 に入れるものは何。 I can't see anything at all. I can't either.Did he do that? He used a method called kakehagi. That's a traditional Japanese technique. You need special skills and experience to do it well.、ね、うまくやるために、まあ、特別なスキルとエクスペリエンスが必要です。ああ、日本の伝統的なテクニックって出てる。だからここに A1 に入るの分かりますか皆さん。How でしょうね。これに入るんだったら。っていうような問題があったりとか、Synthetic Fibers が何かっていうのが出てるね。合成繊維だね。合成繊維も問われてるのかこれ。で、空欄 C に入れるもの。When my skirts don't look fashionable anymore. ファッショナブルじゃない時に、I think, okay, it's time to buy new ones. 新しいの買おう。Perhaps we are throwing away clothes too quickly.、ね、もうすぐに捨てちゃってる。で、空欄があって、When I find holes or rips in my clothes. 服に穴とか、rip ってこう裂く、引き裂く。ね、ほころびとかですかね。I think I'm going to throw them away and get new ones. 新しいのゲットしようと思うよって空欄 C に入れるのは何か。That doesn't matter to me. 関係ない。That isn't true for me. 私には当てはまんない。That sounds easy for me. 簡単。That's the same with me. 同じ。はい、どれ入るかわかりますか？はい、4でしょうね、これね。捨てちゃうっていう話があって、その下も捨てちゃうですから、ナオミとハリス両方とも捨てるって話をしてるから、4が入るってことでしょうね。レベル、どうですか？と、まあ、中学校の入試の、まあ、ちょこっと難しいレベルか、中学生が受ける、まあ、高校入試のちょっと難しい感じかな。県立とかのやつよりは難しいかな、ちょっと。うん、ただ、ほら、いわゆる、灘とか海星とかさ、つくこまつくふとか、ああいうところよりは全然簡単ですね。余裕で解けるっていう感じ。単語がちょっと難しいですけど。大学入試で言うと、どこだろう。大東亜帝国より優しいんじゃないかなーって感じ。そういうレベルの問題だと思いますね。まあまだね、わかんないですけど、どうやってわざまで行くのかですね。結構当然、映ってないとこいっぱいあるんで、ホワイトボードに、ああ、こんなこと教えてるんだなーっていうのがわかるとことか、単語テストとかって映ってたやつで、コンフォームとか、あ、結構難しい表現出てんなーとかっていうのは思ったんで、ね、コンフォーム2でね、なんとかのルールに従うとかね、あったりするんで、教えてるんで、あ、そうそう、あれね、九郎浜井が就職した会社だからさ、九郎浜井も映ってたね。モザイクかかってたけど、まあ、モザイクかかんだと思ってね、はい、ちょっと思いました。はい、一応、テレビ出てんだなと思いましたね。はい。まあ、いろいろちょっとテレビ関係者の、TBS の関係者から話は聞きましたけど、いや、ぜひ頑張ってほしいと思います。いつでも私宣伝しますし、高校レベルまで入ってたんで、早稲田レベルになったら交代でもいいんで、とか言って。はい。はい。皆さんどう思いますか？はい。ぜひコメント欄でお聞かせください。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.